今日はなぜ今シェアアトリエかっていうテーマでですね、素敵なゲストのお二人をお招きして、皆さんと進めていきます。今日は司会とこのプロジェクトを担当させていただいてます、エンジョイワークスの松島と申します。1時間半ぐらいですかね。どうぞよろしくお願いします。はい。それともう一人、同じくエンジョイワークスからですね、バーベキューで、コミュニティを作るっていうバーベキュー部の部長をしております。ご挨拶お願いします。はい、エンジョイワークスの、マーケティング兼バーベキューを担当しております渡部と申します。皆さん楽しく、お話、聞きつつですね、質問等もぜひチャットでお待ちしておりますので、やっていけたらと思います。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。お一人目のゲストですね。この後ちょっとトークセッションでお話ちょっといただきます。ここに書いてありますけど、読めない人もいらっしゃると思いますが、中国の大学でご活躍で、名古屋からですかね、ご参加いただいているようなんですけど、お忙しいところありがとうございます。忽那美也さんです。ちょっと簡単に自己紹介いただければ助かります。私は忽那美也と申します。今、中国の、大学で、現代美術というジャンルを教えております。それをやりながら、実はちょっと今回は、私が大学で少しお話しさせていただこうと思っています。前にも、キュレーションとか、美術、キュレーションってわからない方も多いかもしれないんですけど、アーティストさんの、作品を見せながら、作品の見せ方で物語を作っていくようなお仕事とさせていただいております。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。そしてもう一方ですね。実は月曜日の忽那さんとの打ち合わせで、急遽参加いただくことになりまして、非常にありがとうございます。なんかちょっと面白そうだから出てくれるって言っているオックルンさんこと、奥永さん。ついてる。ちょっと簡単に自己紹介お願いします。美術家をしております、奥中明人と申します。私はですね、今、静岡に、ホームベースは京都なんですが、静岡から、こちらのズームに参加させていただいております。今まさにですね、このシェアアトリエの話題で、ちょうど私もですね、そのシェアアトリエとして使われているスペースに、滞在しながら、で、作品をですね、市民の皆さんと一緒に作りながらやって、おります。皆さんが参加して、みんながその体験できるような、まるでその子供が入れるようなその遊具をですね、大人サイズで作っております。私の顔は出ませんが、皆さん見えてますかしら？ 出てます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとお二人には途中でしっかりお話しいただく時間がありますので、楽しみにしてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。で、早速ですが、このシェアアトリエとはということで、逗子にあります、神奈川県逗子にあります桜山シェアアトリエというところの事例をちょっとだけお話しさせていただこうと思います。実はこれが、桜山シェアアトリエでございます。奥中さんに見ていただくのは多分初めてだと思うんですけど、なんかちょっと手前にちっちゃい小屋がありまして、この奥にある、工場を皆さんで使ってもらえるような、そういうアトリエという称した居場所を作ってます。で、これの作り方がですね、面白いねって皆さんによく言っていただけるんですけども、そんな物件ねえよを作る会議っていう、そういう会議からこの、プロジェクトが始まりました。これですね、僕たちの会社はですね、いろんなことをさせていただいてるんですけど、カフェも運営してまして、このカフェでですね、これ一応コロナ前です。だいぶコロナ前なんですけど、皆さんと、街のことを語り合うような、そういうイベントをたくさんやっていて、サンセットミーティングみたいな形で、皆さんと進めてます。で、この中で、さっきのそんな物件ねを作る会議っていうのをやったんですけど、何かって言いますと、不動産屋なもんですからですね、こういう街にこんな場所を借りたいんですみたいなことって結構たくさんのニーズを聞くんですね。その中に、例えば分かりやすいところで言うと、めちゃくちゃ海が前列にあって、もうデッキがあって、広いリビングがあって、自分の暮らし、そのワンちゃんと一緒に遊べるみたいな場所を借りたいんですって
でもまあ賃料は、そうですねつって10万円ぐらいですかねみたいなことだったりとか、うんうん、逆にあの逆にというか結構あるのはそのなんだろう、例えば自分の趣味のバイクとかですね、そういったものを保管してメンテナンスができるような倉庫を借りたいと。でもそんな大きい工場みたいなのは借りられないから、ちっちゃい場所でいいんだけどみたいなこと言うんですけど、なんかそういう場所ってなかなかないと。なので、いやそんな物件ないんですよねってお断りすることが結構あったんですね。ただまあそれって結構街の多様性って意味では非常に面白いニーズだなと思っていて、なのでこの会議ではですね、こういう場所が欲しいとか、こういう場所はありませんかみたいなことをともかく語っていただくっていう会議だったんですけど、まあ、ここで語っていただいた会議からシェアアトリエを作ったっていうのが流れなんです。なので、ちょっとここでちょうど、立って少しお話しいただいている方が、この方は確か、いわゆる、金属を加工する彫金の作家さんなんですけど、彼女が、まあ、創作活動するような場所って、家じゃないところ、マンションじゃないところに欲しいんだけど、なかなかないね、みたいな話をされてたんですが、そういった人たちのニーズを、聞いていると、やっぱり、居場所を作りたいって方が非常に多かったので、分かったねっていう、こういうニーズがあるのねっていうことはすごくよく分かってきたというところなんです。で、これをやって、こんな風に夜な夜なまでずっと議論してかなり盛り上がったんですけど、このニーズがあるタイミングで、さっきちょっとお出しした、まあ、ここは廃工場なんですけど、ガランとした空間に、今使われてなくなってしまった大きな机とか、こういったものが残っていて、まあ、上から電源が取れたりとか、まあ、広い床で、まあ、もともと汚れてるから汚してもいいよね、みたいな、そういう場所があったので、まあ、ここにさっき集まってくれた皆さんの、居場所を作れるのではないか、という形で、進めてきたんです。で、実際にですね、ごめんなさい、プランが入ってなかったな。ごめんなさい。こんな風にブースを作って、15個ぐらいのブースを作って皆さんに使ってもらおうっていうシェアアトリエを作ろうってプロジェクトが始まったんですけど、作れる自信になったのは、そんな物件ねえよ会議で皆さんが欲しいって言ってくれたことと、その皆さんが、この時はですね、だいたい2万円とか3万円ぐらいだったら、そういうものの場所にお金払いますっていう、そういうニーズをはっきりと伝えていただいたので、じゃあ皆さんで作ろうよってなりまして、で、この、空間の中に、確か15ブースほど作れるっていうプランが描けて、そうすると、事業の面でも、これ使っていただく側からすると逆のことかもしれないんですけど、これにちゃんと投資してくださる投資家さんからすると、ちゃんと、投資した分もちゃんとね、そんなに儲からなくてもいいので、ちゃんと回収できるかな、みたいなことを立てていくと、さっきの賃料で15ブースなので、物件買ってもですね、ちゃんと投資に見合うねっていうことがすぐ分かりまして、で、みんなで作り始めたという感じです。で、ここはさっきのイベントに来ていただいたような方が本当に積極的に、作るところから参加くださって、まあ、ブースのこの、壁を作るとかはですね、工務店さんとか大工さんにちょっとお手伝いいただいたんですけど、じゃあみんなで塗ろうよみたいなことは、どんどん皆さんでやっていったというような、そんな感じです。はい。なので、これ塗っている最中とかに、まあ、私はじゃあこのブースみたいな感じでですね、先にどんどん自分の場所を決めてってくださるっていう形で進んでいくっていうのはすごい面白かったなと思うんですけど、まあ、そうやって自分の居場所を自分で作っていくみたいなことができるっていうのも、このシェアアトリエの、面白いところだなというところです。で、出来上がったものはですね、こんな感じなんですね。まあ、廃工場って言ってた木造の建物なんで、そんなに何て言うんですかね、きらびやかなものでもないし、みんなで DIY で作ったようなブースなので、雑然としてるといえば雑然としてるんですけど、ここを欲しいって言っていただいた皆さんからすると、これで全然良くて、むしろこういう場所の方がラフに使えるし、まあ、自分の居場所を、何かこう、創作活動するときに、多少汚しても大丈夫だよね、みたいな感じになるので、むしろありがたいっていう感じでですね、これを皆さんと、事業として進めてきたと。いう感じです。実際これ渡部さんいますね。ちょうどバーベキュー部長の。そうですね。この時はバーベキューじゃなくて、たこ焼きやってました。たこ焼きですね。ちゃんと業務用のたこ焼き器をですね、はい、準備して、そうそうそう。やりましたね、これ。そうですね。これ、はい、ここのシェアアトリエをちょっと街の方に開くっていうイベントがなかなかできなかったので、
僕ら一緒にやっていこうってことでですね、なぜかたこ焼きを焼くっていうスタートだったんですけど、このおばちゃんたちは、このお隣に住んでいる、お隣さんと、ね、近隣の人たちですよね。はい。はい、こうやって近隣の方が、こう、たこ焼きで集まってきたような気もしますけど、ここを覗いてくださるみたいな、そういう本当にローカルな居場所として皆さんにこう開けていったという感じです。はい。で、この時も、ちょっと今日後半お話しする、この桜山シェアトリエもですね、みんなでお金を出し合ってこの居場所を作るっていう、みんなが参加できるファンドっていうものを使いながら運営してるんですけど、で、ここに投資していただいた皆さんから、ちょっと何年か経ったので皆さんでちょっと雰囲気変えようかね、みたいなことを、まあ、塗装の勉強もしながらですね、入居していただいている方と、これに引き続き参画したいっていう皆さんと、まあ、お子さんも踏まえてですね、一緒に、ちょっと壁を塗ったりするような、そんなイベントで皆さんとこう、育んできてるっていう、そんな桜山シェアトリーです。はい、実際に入居者同士っていうのをこう、つなぐような活動もしてますし、ここ注目ですね。今日のお題でアートっていう言葉がちょっとどうしても先行してますけど、アートらしいものもあれば、アートらしくないものもあるっていう。でもまあ、その逗子っていう街の中で、どんな暮らしとか、どんなものが皆さん、なんていうんですかね、必要なのかな、みたいなことが分かるようなものとして、結構いろんな形で使ってもらってます。はい。そうですね、ジュエリーをデザインするとかですね、彫金作家の方とか、木工業される方とか、そういう方は、なんとなくイメージアトリエっぽいなって感じもしますけど、古着の商品の倉庫に使いつつ、アイロン掛けをする作業場として使ってですね、それを皆さんにおこだわりの古着として、EC サイトで、買っていただくみたいな、そういうライフスタイルの方が使っていただいたりとか、あとヨットのセールをですね、再利用するっていう形で、カバンを作ったりとか、そういったことをされたりとか、あと、ま、ご自身が好きな自転車を整備するような場所として使ってみるみたいなこともあったりするので、まあ、アトリエっておっしゃって、言ってますけど、かなり、いろんな用途で使ってもらえる、居場所というような感じで、進めてきています。で、この人たちが、さっき出会った皆さんがですね、それぞれの、得意分野を活かして、ちょっと協業したりとか、地域の方に、こうイベントしたりみたいな形で進めていけるっていうような、そんなある意味ちょっと地域とつながるような居場所として、使っていくような、そういうことができてるというのが、この桜山シェアアトリエでございます。はい、これ実際の、さっきのブースの中なんですけど、約束事としては、自分で取り付けたものは最終撤去はしていただくんですけど、まあ、塗ったりしたものっていうのはそのままでいいですよという形にしてるので、自分の本当に好きな居場所をですね、この中に実現していけるっていうのが、皆さんにとって一番、価値の高いというような、形で、使っていただいていると、というところでございます。今日のテーマは、このシェアアトリエなんです。多分、シェアアトリエと聞くと、繰り返しになりますが、やっぱり自分には関係のない場所なのかな、みたいに思う方も、多分、世の中の半分ぐらいいるような気もするんですけど、使い方様々ですし、こうね、今だとリモートワークみたいなこともだいぶ増えたと思いますので、もしかしたら、なんかサードプレイスなんかフォースプレイスみたいな形で使っていただくような、そういう場所にもなっていくのかなっていうふうには思っているんですけど、まあでもやっぱりこうやっていろんなこうクリエイティブな活動をしていただく人の場所として、使っていただいてますので、今日はまあアーティストのお二人からはなんですけど、あとはいえ本当に作品、そういう作品だけではなくて、コミュニケーションを大事に、アートっていうのをお考えいただいているお二人だと思いますので、まぁ、ちょっとこのことをちょっと一応頭に入れながらですね、少しお二人の活動を、ちょっとこの後お話しいただこうかなと思っております。はい。すごいですね。時間ぴったりか、ちょっと早めかもしれないですけど。すげえですね。はい。はいはい。というわけで、ここから忽那さんと奥中さんにお渡ししまして、少しまず忽那さんからですかね、はい、活動をちょっと皆さんに共有していただきながら、最終このアトリエについて皆さんと話せるような、そんな流れを作っていただければと思っております。じゃあ一旦ちょっと画面の共有切りますね。
はい、じゃあ、はい、私の方から画面共有させていただきます。はい、どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。はい、不動産アート×多様性ということでお話しさせていただこうと思っております。忽那美和です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと先ほども松島さんからご紹介いただいたように、今中国 の、 2つの大学で、現代美術を教えております。で、まあ、またこの後ちょっとお話しさせていただくんですが、ちょっとアートプロジェクトのようなことも大学生の時代からさせていただいていて、そちらのお話もさせていただけたらと思います。ね、私がそのプロジェクトというものに最初取り掛かったのは、まあ、アートというものっていうのはちょっとハイアート、まあ、高いものを何か作って売っていくようなイメージがあるかと思うんですけれど、まあ、そういったものじゃなくて、まあ、芸術を使ってなんか社会を良くするとか、あとは環境を変えるとか、暮らしやすい街を作るとか、社会的な問題を何か解決するようなことが取り組みたいなと思って、それをクリエイティブの力でできるようなことはないかと思い、そんなことに取り組みたいと思い、まあ、本当に今からにもう今15年ぐらい前に、うん、プロジェクトをカンボジアというところから立ち上げさせていただきました。でそれがリバースアジアという一つのプロジェクトなんですけれど、こちら皆さんご存知でしょうか。まあ、薬莢というものなんですけれど、実は私が先ほどカンボジアというところとお話したと思うんですけれど、2010年ぐらいはまだカンボジアには実はポルポトという1970年代に大虐殺という、まあ、カンボジアの、まあ、国の中で同じ国民同じ民族同士が殺し合うような戦争が起こってしまって、内戦が起こってしまって、そこで使われていた薬莢というものがまだ現地で落ちていたということに遭遇しました。でこの薬莢、なんでその時の薬莢かと分かったかというと、その薬莢のお尻のところ後ろに年号というか、まあ、何年のものというのが入っていたんですね。でその薬莢を拾った瞬間に、私は何かこの歴史の重みを感じてしまって、この歴史を何か伝えるようなことはできないかと、この負の遺産を何か新しい形で変えて、こういった悪い歴史をもう一度起こさないようなことにするものに変えることはできないかということを考えました。それで薬莢というその起こってしまった、まあ、負の遺産のこう事実を、まあ、次の世代の人に美しいものとして届けることができないかということで、その薬莢を再生してジュエリーを作るという活動を始めました。でそれが、まあ、リバースアジアというプロジェクトで、まあ、再生ということをカンボジアの中で内緒をして工房を作って始めるということをしていました。で、まあ、それを2013年頃から立ち上げて、主に4つのミッションで取り掛かっていました。1つは負の遺産、まあ、薬莢自体を再生するということ。あとはその、まあ、ゴミ環境、向こうにある、まあ、薬莢その他のゴミを再生していくということ。また現地のその作ってもらう、一緒にやってもらう、まあ、子どもたちというか、まあ、そうスタッフというか、そういった人たちとの話し合いの中で、まあ、カンボジア全然その職業の選択がすごく限られていてですね、そういった職業の選択をもっと幅広く できるんじゃないかと、なんか夢のある職業、例えばミュージシャンとかアーティストとかデザイナーとか、そういった職業を子どもたちが行ってこないことにとても悲しいなという思いがあって、そういった働き方の再生をできないかということに、カンボジアで取り組んでいました。
また古いと思われている伝統工芸、実はそのカンボジアってその内戦の前、だいぶ昔皆さんも行ったことあるかもしれないんですけれど、アンコールワットというクメール王朝があった時代があったんです。でその時にクメールシルバーというシルバー食器とかシルバーでの装飾品がたくさん作られていて、まあ、そういったことの再生にも実はつながっていくんじゃないかということで取り組んでいました。でその中で、まあ、こんな、まあ、商品というか作品が生まれてきました。で実はそれを、まあ、今も販売をちょうど今は表参道のクレヨンハウスさんというところで販売していますが、このような形にアクセサリージュエリーという形で皆さんにお届けしています。でこれはいろんなところで取り上げていただいたような資料なんですけれど、あちょっと映像があるので古いんですけど皆さんに見ていただければと思います。でこれカンボジアの薬莢を亜鉛というものを入れることによって溶かすことができてですね、でそれをこのような形でバーナーで溶かして型に入れて形成して、まあ、一つの最初に板状のものを作るということをしています。このなんか器みたいな特殊なもんなんですか？いや、これは普通の陶器でできた器割れたもので溶かしてる、特殊なものじゃない、まあ、ちょっと長くなっちゃうから溶かして、こんな感じで、まあ、1個の棒状の溶かしたものを作っていく。ちょっと映像はこの辺にして、あそうだ、まあ、こんなような形で、私は現在はプノンペンという場所で、まあ、その現地の人にもう全て内緒をして、もう私は今はちょっとタッチはしてないんですけれど、こちらのでの販売というところだけ関与させていただきながら、今もこの薬莢を再生して美しいものに変えていくというプロジェクトはカンボジアで現地の人たちが内緒をして行っています。でまあこんな感じでいろんな、まあ、子どもたちの絵をそのまま、現地の子どもたちが描いた絵をそのままジュエリーにしていこうというような取り組みもしたりとか、まあ、いろんな活動をしてきました。で実は私はその間に美術史というところで現代美術を同時期に中国の大学で学んでいました。でまあ博士号というところをその中で取ることができまして、でその博士を取った後に、まあ、自分の環境も大きく変わってですね、大学で教えるということも始まりました。でその中で私がやった大学での、授業は作ることにブレーキをかけて作らぬことに引き込むというような授業、まあものを、まあ、ちょうどその時の中国ってやっぱりものづくりは、まあ、ものを作って消費していくという、まあ、産業革命以降の、まあ、そのやはり、まあどんどんゴミが増えていって、ものを作ることが良かれと思って発展してきたところで、ものにあふれてたんですね。そういったところから、まあ、ものを一度作らないことを考えてみようと、まあ、その作らないところから、まあ、何か新しいものを考えていこうというような授業を
向こうで始めることになります。で、まあ、その中でちょっと学生の作品を一つ紹介するとですね、これはコロナ禍の中で、まあその学生のお母さんとお父さんが医療従事者で、その医療従事者でお母さんお父さんが毎日その防護服を着てそれを脱いでそれがゴミになっていると、それで何か作れないかということで毎日使われたその防護服を一つのブロックにして、壁に積み上げていって一つのドアを作ったという作品を彼女は作りました。でもう一人のうちの学生は顔の、いつも私たちが化粧して、女性は化粧して美しく見せているけど、その化粧の取る髪、クレンジングの髪というか、それでお花を作って、なんか美しさとは何なのかみたいなことをテーマに作品を作っています。こんな花を作ったりしています。で、ちょっと今はいくつかの事例として見たんですけれど、アートが本当にいろんな形で変わっていって多様性のアートということで、変化するアート、体験するアート、想像するアートということで、本当になんかハイアート、いわゆる美術館等で見るアートの形とアートが時代によってやっぱ変化しているということを私は感じています。でその中で一番大きく変化しているなと思うのは、その今の時代に SDGs と呼ばれている今の時代にアートが暮らしに寄り添ってどんどん変化しているなということをちょっとお伝えしたいなと思いました。ね、変化するアートの事例としていくつかのアーティストさんを紹介させていただきたいと思っています。で皆さんご存知かもしれないんですけど、淀川テクニックさんというアーティストさんがいます。これは廃材のゴミを集めて彫刻作品を作っているアーティストさんです。で実は今ゲストで来ていただいている奥中さんも参加していただいたアートフォー SDGs という展覧会では、絶滅危惧種の鳥をその福岡の、一つの島で、集めてきたその地域のゴミを使って作られたりとかされています。で他のアーティストさんの紹介ですと、片山麻里さんというアーティストさんを紹介させていただきたいと思います。このアーティストさんは自分の身体のこう身体が不完全であると、その中でそれを理想の身体とは何かとか、正しい身体とは何かとか、本当の美しさとは何かというような問いかけで作品を作られています。で、この次続いてなんですけど、変化するアートとして慶応大学の田中先生と青木さんという2人のコラボレーションによって生まれた、これちょっと一見わからないんですけど、巨大な 3D プリンターで自然素材だけを作った新しい彫刻作品というものを作っていらっしゃいます。で他にはですね、段塚さんというアーティストさんなんですけれど、これはハーブマンといって、すごく大きな、どれぐらいの空間って言ったらいいかな、体育館ぐらいの大きさの中に人の顔を体をこうイメージした、何て言ったらいいんだろうな、この写真のような、なんていうかな、畑を作ったというか、人型なんですね。そう、人型の畑を作って、そこにそのハーブを、体のをそこの部分を良くするメディカルハーブを、その人型のそのどの部分によく効くかというところにわざわざ植えていって、それでそのお茶を楽しむというような。いや、めっちゃ面白いですね。これは面白いですね。これお茶も美味しいんですよ、しかも。
もうこれに奥中さんも参加されてたからよくご存知だと思うんですけれど、面白いのはここに生えていたものを全部探して集めたっていうのもすごいなと思いました。そうですよね、それはすごい。そういうことなんですね、すごい。他にはですね、鶴丸さんという、障害者のためのオートクチュールという取り組みをされているデザイナーの方、彼女の取り組みもとても、その障害者こそオートクチュールが必要なんじゃないかということで、その方たち一人一人の障害者さんの一人一人の体に合わせてオートクチュールを作るというような作家さんがいらっしゃいます。あとはですね、体験するアートということで、アートも本当に変わってきてですね、体験できるものというもの、ここ20年ぐらい体験型のアートというのはどんどん進化してですね、このエルネスト・ネトというアーティストさんなんですけれど、こういった何ストッキングのようなこう伸びる素材で、なんかクッションのようなところで体験するようなアートを、体験型のアートを作っていらっしゃいます。でこういう空間もそういった演出をされていて、インスタレーションで人が楽しめるような作品を作り出しています。またこのレアンドロというアーティストさんなんですけれど、一番有名なのがこのスイミングプールの作品なんですけど、上から見たらスイミングプールに見えるんですけど、その中に入ると全く違う空間が広がっていて、あたかもスイミングプールの中に人がいるように見えるような作品で、そういった作品を作っていらっしゃる方もいらっしゃいます。それで今回参加していただく奥中さんなんですけれど、奥中さんもこのような大きなバルーン状の、なんて言ったらいいんですかね、奥中さん、これはフィルムで、はい、フィルムはこれは石油由来のフィルムを扱っているんですが、枯渇するその資源のものをもう一度しっかり自然の環境の中でこう見せてみたいなという取り組みとして使っております。でそれでここは、奥中さんの一番面白いなと思う取り組みは、やっぱりここは人と人とのつながるコミュニティの交差点になっていて、この空間を通してなんか人がコミュニケーションを織りなしていて、そういうものを演出されている、この作品を使って作られているというところがとても面白いなと思っています。今天真的ありがとうございます。アートというものがいろんなものに変わってきていてですね、今変化していて、多様性のアートということで、誰もが参加できたりとか、昔ちょっと難しい現代美術と言われるとすごいコンセプチュアルで難しいのかなと思うんですけれど、今は体験したりとか一緒に作ったりとか、楽しいアートに変わってきていると。コミュニケーションの経験が新しいアートを生んでいくんじゃないかと考えています。でそういった中で、今回のそのシアトリーというのはそういった空間になっていく可能性があるんじゃないかなというふうに捉えています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやちょっとめっちゃ面白かったです。めちゃくちゃ面白かったですね。いやもうすいません、簡単な。素晴らしい。はい、ですみません、私がちょっとアートフォー SDGs は全然私の企画ではなくて、なのであまりきちんと説明できていたかわからないんですけれど。いやいや、もうバッチリでした。ぜひご参加いただいている皆さんも、ちょっと今日の趣旨が違うかもしれないですけど、ね、ご紹介いただいた中でこういうアートって暮らしの中にあったら面白そうみたいなのが、これ印象的だったなみたいなのがもしあったら、ぜひチャットに入れていただけたらなと思いますけど、はい、奥中さんそれでですよね。奥中さんはさっき、はい、福田さんのお話にも出てきましたけれども、
あれはバルーンなんですか？あ、そうです。インフレータブルでずっとこう空気を送り続けておりまして、はい。はい。で、はい、中にも入っていただけるという作品でございます。そうなんですね。あれ、どこ行ったら体験できるんでしたっけ？ですね。今やってらっしゃるんでしたっけ？今だったらこちらになるんですが、静岡県県文化振興財団が持ってるグランシップという建物で、9月の22日から、はいはい、やって、おりますが、今ももう展示してるんですよ。なので、今年の夏は、まあ、関西のあちこちで、僕の作品か、あるいは、まあ、太陽熱気球の子どもたちに向けたワークを開催しております。あ、そうなんですね。ぜひグランシップって新幹線からも見えるやつですよね、確かね。はい、静岡ですもんね。今静岡です。そうですよね、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと後半せっかくお二人いらっしゃるのであれなんですけど、ああいうふうに、まあ、いろんな活動ができる、いろんな面白さを表現できるアートって身近になってきたね、みたいなことだと思うんですけど、はい、なんか奥中さんはそもそも今日シェアアトリエにいらっしゃるって。あ、そうなんです。はい。今ですね、もうこれモバイルフォンなんで、こう、ぐーっと言ってもいいぐらい、シェアアトリエにおりまして、今、アメリカ人の、EMD、音楽、電子音楽のそのプロデュースを、この、コミュニティスペース、ココルという場所なんですが、そこをそのスタジオにして、作り変えて、で、新しいアクティビティを、ここで作っていこうかとオーナーさんと今盛り上がってるそうでして、そもそもここはその大学のすぐ裏手で、もともとはその、まあ、留学生とか地元の人とかが、まあ、こういうできるようなスペースとして、始められて、でところが結局コロナであまりこう人を集めたり交差させるのがなかなか難しいというので一旦それを放棄なされたんですね。ところがまあオーナーさんもオーナーさんで非常に活動的な方でして、静岡カンヌギークという、まあ、映画であったり大道芸であったりそういったものをですね、取りまとめる実行委員をしてらっしゃる方が、いろんな方たちがその集える場所を作ろうと、で自分のそのオープンにその経営としてやるんではなく、自分のその知り合いやつてなどでその頼ってくださる方をその迎え入れる場所、そして週に1回こう子ども食堂を開かれたり、ちょっと地域の集まり場にこうされたりと、まあ、そういった活動が今ここで、行われている場所に、私もその人のつてでですね、長期滞在できる場所はないかなと探していたところ、ここをご紹介されまして、はい、大変気に入って使わせていただいております。そうなんですね、ありがとうございます。なんか国経歴の中でこのシェアアトリエって結構いろんなとこ行かれたことがあるのかななんてちょっと勝手に思ってたんですけど。はい。はい。なんかそうなんです。うん、まあどうぞ。はい。僕、もともとがそのキャリアのスタートが、まあ本当にあまりこう、裕福ではない、アーティストでしたので、いろんなその地域に行って、その地域の芸術祭で、その作品をその場のモチーフで作って、その場にある材料で作って、そこにいる方々に支援いただきながら作品を作るというようなことが20代のほど主な仕事になっておりました。で、そうなるとどうしても作品を作る場所っていうのはオープンな場所でないとなかなかいろんな人たちと関わり合いを持てなかったんですね。僕はその自分のその作品が僕一人でこう作るものではなく、周りにいらっしゃるいろんな方たちのその交差点になるように作ろうと考えてました。例えば団地の真ん中で公園があって、その公園でずっとこう作品を作り続けてる人。うん、あるいは、無名のアーティストがいろんなお店さんにご挨拶に行って、で、ちょっとずつそのお店さんのお名前を作品に載せるので、協賛として、作品に皆さんでこうお金を募って材料を買って作品を作りますよってやったり、そんなことをやっていたんですね。で、そうなると、僕一人の単体のそのスペースじゃなくて、いろいろなその人たちがこう関わる場所の方がどんどん面白くなっていったんです。
で、それはアーティスト同士だけももちろん面白いんですが、うん、その皆さんそれぞれに技術を持ってらっしゃるんですよ。うんうん、もう当然ながら、皆さん何かの商売をしてらっしゃり、しちゃったり、何かに詳しい方だったり、でそんな方たちが集まると、僕がちょっと技術的に困ったなとか、どうすればいいかなっていう時に、こうすればいいよ、こんな材料があるよ、こんな道具があるよ、こんな方法があるよとお知恵をくださって、僕の作品はどんどんアップグレードしていって、で、作品に参加された皆さんも、その何かこう、それに成し遂げるこう力を、その、おのおのにこう感じてくださったのか、その後もずっとこうサポートしていただいたり、または、僕のその作品を、その方のお店のそのちょっと看板にしていただいたりとか、非常にこう、複雑で面白い、そのアートで美術館に飾るだけ、ギャラリーに置いてあるだけではなく、うん、街の中で生きた人たちが、うん、そのお互いの持っているそのものをこう交換し合うような、それを見つけて、あ、これがその今僕がその美術家としてアーティストとしてその歩む中で、とてもこう大事なプロセスなんだと思いまして、なるほど、そういうものをこう探して、僕は韓国に2年渡り、ドイツに渡り、リトアニアに渡り、もあちこち行って、アーティストにはレジデンスプログラムというものがあって、アーティストがその、まあ、保養しながら、もしくは養成所みたいなところでその国の文化や最新の芸術を学びながら作品を作るというのがあるんですが、そっちもですね、その多分シェアアトリエとして呼んで良いものなんじゃないかなと思います。共同生活の中で全く違う文化的なコンテクストを持つアーティスト同士が、まあ、一緒のそのスペースで自分の作品をこう語り合ったり、どうしても起こるわけですよね。で、そうすると今までこう見えていなかったその国のその政治的なその事情の裏面、一位の人たちがどんな思いで暮らしているのかとかに、すごくなんというか、ニュースで見るよりも体温を感じて理解できるというか、こういうこともそのスペースを公開したから、お互いのその心がその近しいところにあるからできることなんだなと、うん、それはその物の流通以上にそのお互いのその文化やその、うん、その国がどういうその歴史を歩んでいたのかというにも触れることのできるものすごく貴重な機会だなと思うようになりまして、うん、でそんなところから僕もこう自分のその作品をその作る場所をそのまあシェアアトリエとして、公開して、でいろんな人がその公開交差できるように、してで基本的に私ですね、これちょっとチラシに入れるか分かんないんですが、はい、ここにオープンアトリエと書いてあるの読めますでしょうか。読めます、読めます。はい、どの場所であっても僕作品の現場を公開して皆さんに見学いただいたり、体験できるときは体験していただいてます。で、先ほど、忽那さんがご紹介くださった北九州、未来創造芸術祭、アート 4SDGs。あれ、大体、北九州の方だけで100人以上、関わって、で、みんなでこう、膨らましたという、そういう思いの詰まったその作品になってまして。で、その後も、ずっとこう、コンタクトくれる、ボランティアのスタッフさんたちもいたりして、こういったことが、できる、僕たちにはそういった、ものが求められているんだなというのを感じながら、生きております。ありがとうございます。ちょっと感動しちゃいますね。いろいろ面白いのと、あ、そっかと思うこともたくさんあったりして、なんかあれですよね、シェアアトリエってそこを本当にその場所をシェアするからシェアアトリエっていうつもりもありますけど、なんかいろんなものをシェアするっていうことなんでしょうし、さっきの国ごとでつながるみたいなことを、なんかこのグローバルなシェアアトリエネットワークみたいな感じで、さっきの、リトアニアでしたっけ、とか、別のドイツ行ったりとか、カンボジア行ったりみたいなところと、なんか交流ができますみたいなこう設定が、あったりすると、すごい面白くなりそうだ。はい、その中に尼崎っていうのが入ってると、はい、めっちゃ面白いだろうなと思いました。めっちゃ面白いですね。ね。はい、私たちのアーティストにとっては、結構様々なポータルサイトがありまして、
オランダのアムステルダムにその結構拠点のあるレザーツっていう サイトを運営している団体さんもいらっしゃって、でそこはその世界中の、まあ今言うとこのシェアアトリーにあたる、まあ、レジデンスプログラムというアーティストがその交流できる、うん、そういう滞在できるそのスペースの情報がもう毎週のように更新していらっしゃるんですね。うん、だそういうところでその僕もその自分 その例えば滞在する先のこう国で場所を探したり、ものによってはその助成金など補助金を得て、行くことがこうできますので、それもこう一つ活動を後押ししてくれるまあ、文化的なそのサービスとはなかなか言えないかな、なんというか、うん、補助支援援助してくれるようなシステムがございます。なるほど。今回のちょっと後でご説明するんですけど、尼崎のそのシェアアトリエって、はい、まあ、最初にお話したような桜山のシェアアトリエみたいなこうスペースとして使っていく部分もあるんですけど、うん、でもう一つですね、住まいとして、もしくは住まいどころじゃなくて箱自体をギャラリーみたいな感じにして使っていただいてもいいのではと思っていて、さっき六中さんがオープンアトリエっておっしゃってたので、なんかそういうふうにこう自分の活動の場を開くみたいなことをやるってあれなんですか、その奥中さんだけがやってるんですか？結構そういう方いらっしゃるんですか？いえいえ、僕と同世代でその、まあ、社会とそのつながっていこうと、いうモチベーションを持ってるアーティストはかなり多いんですよね。でそういった方々はそのものにならないアートをやってらっしゃいます。だから出来事を作るというか、うん、なるほど。なので形にならないから、なかなかこうその地域でその時芸術祭があって関わった人しか知らない作品というものが、うん、あったりいたしまして、これをこうなかなか伝えることは難しいんですが、例えばその僕のその友人で深澤隆文というアーティストがいるんですが、彼は街の中の人たちの得意を集めるんですね。ほう。みんなにその得意なことは何って、はい、でそれを集めて銀行、得意の銀行というシステムで集めて、自分の得意を預けたら誰かの得意を引き出せる、そんなことをこうしてらっしゃって、ね、例えば僕はバイオリンが得意だよって預けて、でうちはそのバイオリンを弾くのにすごいこういいカフェをやってるよとか、なんかその音楽をやってほしいカフェ、だすると演奏したい人とその演奏できる場所の人たちがこうつながって、うん、でなんかこうコンサートが行われるとか、うんうん、なんかそういうそのこれって物にはならないアートの あり方なんですが、何かこうシェアアトリエやそのオープンスペースを、うん、持つことによって、でそしてそこにこう誰かがこう意思を発することによって、そんなこう奇跡みたいなことがすぐ隣で起こる。それも一個じゃなくて連鎖的に起こったりすると、その街はすごくこう楽しくなるだろうな、なんて。いや、めっちゃワクワクしますね、今の話。本当にそんな、うん、そんなうまいことがあるんですって。うまいことっていうか、でもなんかいいですよね。その隣り合ったとか、そのさっきのちょっと、ね、ちょっとなんていうんですかね、ちょっとしたことを皆さんでちょっと得意なことっておっしゃってましたけど、ね、シェアして出していくと、街ってみんなでこうやって楽しくできるよねみたいなこと自体の体験が、まあ広い意味では全然アートだろうっていうか。そうなんですよね。結局おそらくこう先ほど、ね、エンジョイワークさんでこう取り組まれたところでも、はい、やっぱりこう皆さんのこうやりたいこう気持ちっていうのが、そのなんというかベストの形じゃなくても、でも状態でそのお互いがこう共有できるようなその緩いスペースが、隙間があったからその自分を発揮できたんだなと。あれがこうもうしっかりこうコンクリートでバシンとこうデザインされて作られちゃったら、そんなにこう、あ、これ汚していいのかなみたいな方もいらっしゃるでしょうし、こうやっぱこう入り口としては、ああいったこうその共同体の中にこう隙間があると、隙間に入れる人がいたりするんじゃないか、うん、人のなんというかキャパシティってそれぞれだなと思ってまして、小さいところが好きな人もいれば、隅っこが好きな人もいれば、はいはい、真ん中でこう旗振りたい人もいて。なるほど。ちょっと今の作り方のあれですね、参考にもさせていただけるなと思いましたし、自分たちでもやってきたことなんですけど、改めてこういうの作るときって、みんなで作れるといいなって思いましたね。本当に見ててワクワクしました。はい。なんかここまでで
忽那さんどうですか、この奥永さんのシェアアトリエ論というか、もしくはアート、そのね、作品の作り方のスタンスがそのままなのかもしれませんけど。あ、そうなんですよね。なんか今回、奥中さんを呼びたいなと思ったのは、エンジョイワークスさんのコミュニティ型不動産業と、ね、新しくなっていて、で、コミュニティ型アートに変わってきたというところで結びたいなと思ったっていう。いやすごい。さすが忽那さん。さすがアーティスト。そうなんですよね。いや、ちょうどね、渡部さんから皆さんから事前にいただいた質問をチャットにバーッと並べていただいたんですけど、これもしよかったら、これ今日ご参加いただいたのが、その方が持ってる店舗なんですかね、に、6坪、まあまあ広いですね、のコミュニティスペースを作りましたと。で、地域の方に、アトリエなどにも使えるスペースにしたいなと考えています。まあ今回のことで多分何か参考になればと思いますみたいなことなんですけど、これどなたか今日ご参加されてる方だったりしますかね、渡部さん。ないかな。こちらのご質問された方今日いらっしゃいますか。あ、私、はい。あ、ぜひ、もしよかったら、ぜひどんなことされてるのか。千葉県の我孫子市というところで駅前で不動産業をやってるんですけれども、私たちにしかできないまちづくりということで不動産の役割としてその人をつなげたりですとか、デザインで町と人に笑顔を作ろうというようなちょっとビジョンも掲げながら今やっていて、会社のちょっと貸している店舗の6坪が空いたので、そこを、スタッフも使いながら周りのなんかクリエイティブな人ですとか、あとは子供に何か絵画を教えてる方ですとか、そこをちょっと一日貸しだったりとか要望あるような方があればどんどん作ってですね、コミュニティ広げていく活動していきたいなと思って、ちょうど8月お盆明けにそれが完成する予定だったので、ちょっと Facebook を見てた時にちょっとコメントが突き刺さって、今日ちょっと参加してよくなって思いまして。素晴らしい。渡部さん、コメントが突き刺さったってさ。ですね、よかった。よかったです。ありがとうございます。Facebook も、エンジョイワークスさんの結構活動が好きでですね、はい、たまに見させていただいて、はい、勉強させていただいて。ありがとうございます。どうもありがとうございます。そうなんですね。それ、どんなふうに、さっきの、あれなんですか、もうフリーに皆さんに使ってもらうような場所として、ご提供するんですか？まずはちょっと構想は決まってないんですけど、とりあえず4年前にちょっと地元の手賀沼っていうところの沼がそこでイベントを会社で行ったんですけど、それでコロナになってしまって何もできなくなってしまったので、その時にたくさんの写真撮って、みんなの笑顔が、住んでる方の笑顔をたくさん撮った写真があるので、それをまず飾って、なるほど、4年前結構好評だったので、そのイベントの思い出しをしながら告知して皆さんで使いませんかっていうのを発信していこうかなと思ってます。いいですね。奥中さんどうですか、今の皆さんの笑顔の写真を貼るっていう。いや、めちゃくちゃ面白いと思います。人がやっぱりこう出会いたいって、何かこう動機や自分のその参加した証とかがないと、はい、うん、なかなかこうその有名な人が来るよっていうのはなんか知ってるから行けるんであって、でも、はい、そこそこ有名だけど知らないよっていう人は、どんなにみんながこううまいよって言ってもちょっとこう一歩行くのにその勇気がいったりとか、うん、何かこう自分とその人の間の、もしくはそのスペースとの接点にちょっとでもこうリンクするものがあるのが割と動機になるので、うん、だから街の人たち全員をいきなりっていうのはもちろんその難しいのは、街の人たちのそのつながり方とかネットワークのあり方に自分がどっぷりそのハマっていないと、わからないんですよね。はい、なんていうか、その不動産の中だったらね、あの人を抜きにして行っちゃいけないルートとかがあったりするじゃないですか。そのこの人の顔を立てといたら、この人たちは動くみたいな。あれとこうちょっと似てるようなところが、やっぱりこう、どの年代でもどの関係性でもあるなと思っていて、それは、そんなにこうフリーじゃなくて。で、能動的に動くか、受動的に動くかの、僕は方法がちょっとあるななんて思って、はい。今は新潟に住んでらっしゃるのかな、文筆家で浅田渉さんという方がいるんですが、
その方が始めた、炭開きという言葉をご存知でしょうか。うんうんうん、あ、いえ。炭開き。あ、はい。自分のその住んでいる場所なんだけど、うん、もうオープンに開放しちゃうという。みんな、今日バーベキューするけど、近所の人も隣近所も誰でもいいよ、おいでってないし、うん、なんか、今夜僕の家でコンサートするの、ただの民家だけど、みたいな感じで、自分のその場所を、なんか、みんなにこう来てもらうために、ただ、受け皿になる。というコミュニティのスペースと、うん、逆に広告宣伝であなたにアクセスしてほしいっていうふうに、こう、自分から動く能動的なコミュニティスペースと、二つのこうやり方があるなと思ってまして、で写真っていうのはなんかこう、どっちでも動けるから、すごくいいツールだなと思って今聞いてました。はい。ただそこにあるだけで人が来るっていうのもあるでしょうし、こっちからこう呼びかけて、自分のあの時をこう探しに来るっていう人が、いるし、いい交差点だなと思って。うんうん、交差点という言葉がすごいなんか今日すごい好きで、さっきね、はい、こちらの打ち合わせが始まる前になんかピーンとね、こう来たものがあっていいなと思って。ちょっとメモします。ありがとうございます。交差点だそうですよ、一さん。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんです。ちょっとそれ楽しみですね。なんかよかったら今度、その場所どんな風になったよみたいなのをお知らせいただいたら、はい。今日ね、ご参加いただける皆さんとかにシェアどんどんしていきますんで、はい。逆投稿してください。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あとですね、そうだそうだ。あ、ごめんなさい。どうぞ。僕は最近、ネット広告をよく利用して、呼びかけとかするようになったんですけど、ターゲットをその絞って、この世代の人たちとか、この地域の人たちで、アートに興味があるとか、音楽に興味があるって、その興味絞って、こう、ポッとこう、広告を出せるので、これはちょっとこう、小さな地域で何か活動をする人たちにとっては、すごく隣近所にいたのに知らなかったよという人たちとつながれるチャンスだなと思って、うん、SNS の広告を利用してまして、で、1日500円からの課金でできるから、割と、格安だったりするなっていうのを、一応こう、共有情報としてお伝えさせてください。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいですね、もう、福永さんは、アーティストなんですけど、マーケティングもする人、ね。そういうことですね。面白い。めっちゃ面白いです。ありがとうございます。いろいろと生きているうちに知恵がつきました。ですよね。いろんなつながり方たちをアートにしていくから、僕なんかすごいなと思って。ね、なんか、そうですよね。奥永さんにかかると、なんか、つながった人たちでなんかやること自体がもうそれで作品みたいな。そうなんだよ、ね、そういうハッピーをばらまいてくれますよね。富士吉田の現在の時もたくさんのボランティアさんが来ていて、もう、はい、そうです。ボランティアさんなんですって言ってすごい楽しそうに。あ、そうなんですか。作ってらっしゃるんですよね。奥永さんの作品を一緒に作るよって言って来る人がたくさんいる。富士吉田の時、東京からの来た方とか、浜松から来る方とか、県を越えて来てくださって、面白かったです。なるほど。で、みんなでこう、富士吉田の、なんかこう、なんかものすごいこう、ぶっというどんを一緒に食べるみたいな。あーねー、富士吉田うどんですもんね。最近気づいたんですけど、僕。めっちゃ美味しいですよね、硬いうどんで。めっちゃ美味しくて、硬くて、ね、なんかですね、もうなんかこう、もう、うどんでこう、パンチされてるみたいなうどん。すいません。ちょっとこの話、喋り出すと止まんなくなっちゃいそうなんで。ああ、すいません、私も。はい。はい、ありがとうございます。ご質問ありがとうございます。あと、なんかちょっといくつか、これ、よかったら、くすなさんにも参加いただきながら、なんですかね、なんですかね、シェアアトリエの、まあ、その地方でのシェアアトリエの立ち上げ、まあ、持続可能な、まあ、運営方法とか、まあ、こういうの地域を選ぶものなのか、なんとなくこう、汎用性があるものなのか、あとは、まあ、シェアアトリエが必要な理由っていう、コメントいただきつつ、なんかシェアアトリエは一人で時間を持ちたい方と仲間と一緒に利用したい方とどちらが多いんでしょうかとか、シナジーの事例とか逆にトラブルみたいなのがあったらお聞きしたいと。結構今日ですね、ご参加いただいている皆さんはこのシェアアトリエ自体の具体的な使い方みたいなことにご興味あるのかなと思うんですけど、なんかね、今日のお話を伺ってると、
僕の個人的な思いと、まあ、エンジョイとしても、人がいるところにはシェアアトリエあるっていうぐらいできるのではないかと思っているんですけど、なんかそのあたりお二人からなんかご意見あれば、今のご質問あたりで、この辺ポイントになりそうみたいなのがあったら、ぜひコメントいただけたらなと思うんですけど、どうでしょうか。ね、大きなアトリエを持つっていうのは、かなり、的にも負担が大きいかなと思うんですけれど、やっぱりシェアアトリエは空間を分散化して多くの人が利用できるというところはすごく最初の入りとしてはすごい入りやすい場所であって、あと、まあ、いろんな人がいることで空気がかなり流動化して新しいその作品が生まれたりとか新しい発想が生まれる、海外に行っていろんな発見されていて、それが何かその作品にもつながっていったりとか、そういった可能性はすごくあるなと思ってます。ね、ありがとうございます。異なるその業種業態の方たちが一緒にいるので、やっぱりそのアート単体でギャラリーや何かとか、その、ね、工芸でもそのどこで売るかとか、自分一人のこうネットワークじゃない方と一緒にこういることによって、それはもうもちろんそのビジネスとして、ちゃんとこう広がりをこう見ることが、まあ、できるのはこうシェアアトリエの、まあ、一つのシナジー効果だなとは思ってまして。で、例えば僕が昔開いたシェアアトリエ、何年かな、4年、僕の今の事業体の、その前身の、屋号だったんですけど、音楽家と写真家と、僕の3人で、もともと家具屋さんだった倉庫が10万を、まあ、3人でシェアして、まあ3万3千円ぐらいで、シェアして、まあ3、4万ぐらい、まあ、光熱代込めて。で、それが50坪の2階建てだったんですよ。で、住居スペースは、ついていて。で、僕は彫刻家なので、大きなものがいる。で、音楽家のことは、音が出せるスペースが欲しい。写真家の人は、自分のための暗室を作りたい。で、全部それが賄って、全部できたんですが、それだけだとスペースが余っちゃったんですよ。もったいないと。じゃあ、その3人それぞれの、その友人、知人を呼んで、何か、パーティーみたいな形を月一でやろうって言って。で、ホストはそれぞれ代わり番号で。で、それとも本当にこういろんなその人たちとのネットワークがものすごく濃くなっていって、たった3、4年で静岡でその創作どころっていうのはかなり有名になって、それをその真似するコミュニティスペースが結構いろいろできたりして、自分たちがやったことが、その大人たち、僕たちよりも一回り二回りの大人たちに響いたんだっていうのは、今でもちょっと面白い体験だったなと。あと、やっぱご年配の、ご年配というか、ちょっとね、一回り二回りの人たちがパーティーに来ると、差し入れで、いいワイン、いいウイスキー、いいお酒がダダダダってなって、ここはバーカウンターかっていうぐらい、ものすごくこうね、すごいたくさんの、お酒が集まりました。で、その方たちって、その、アトリエのスペースを、自分たちの活動でもなんか使ったりしてるんですか？そういうわけじゃなくて。このところは、ただその面白い奴らが、面白い奴がいるっていう。はい。来てくださったんですが、それぞれが何かのお店のオーナーさんだったり、でも2階が空いてるから、そのコミュニティカフェを作ってみたとか、ライブハウスを始めたとか、何かこう皆さん、多分その人生の計画でそういった場所を作ろうっていうのは多分あらかじめあったんですが、あ、こんなにふわゆるで作っても、こんなにこう人が集まれる場所がパッとできるんだなっていう、何かそういうこう、まあ簡単なその、若者たちがやってるこう集まりみたいなものでも、こんだけ、なんか多い時100人ぐらい集まってたんで、こんなことが、こういうことが現象として起こるんだっていうのが何かこう活気になって、いただけたんじゃないかなと今になって思ったりいたします。すごいですね、それ。奥中さんファンは、そんなに違うって言われ、そんなに違うって言われたらどうしようかと思いますが。いやいや、すごいです。面白いですね。でもなんかそういう場所を僕たちっていうかね、皆さんで作っていけたらいいなと思ってますし、なんかさっきちょっと質問の中に入ったんですけど、その、なんか地域を選びますか、
汎用性のあるものなのでしょうかみたいなご質問いただいてるんですけど、その辺でどう思います？今の話だとなんかね、いろんな場所でできそうだなって気がしてならなかったんですけど、うん、そうですよね。地域芸術祭とか見てると、ね、全然そのアートに興味がない人たちの場所でやってるから、その人たちに興味があるようにアーティストが発見者になって何かコミュニティを作っていくっていうところを見てみると、その場所っていうのはそんなに関係ないんじゃないか、どうですかね奥中さん。あ、すごく思います。場所を始めるとやっぱりこう元気のいい方が割と先導して最初いらっしゃって、で例えばその限界集落でそのアトリエを持ってらっしゃったり、こう動いていらっしゃる方がいると、まあ、当然ながら若者の人口が少ないので、そのおじいちゃんおばあちゃん、特に割と婦人会の方々が元気だったりするので、で集まられるんですよね。で、すると、そのアーティストがとてもこう、そのファッション系のアーティストですごいド派手な服をいつも着てると。で、それをそのおばあちゃんたちがこぞって、これかわいいわねって言って、じゃあみんなで着て写真撮りましょうとか言って、ちょっと面白いポーズして撮ったりしてる。集落が、これ何でも珍道中でしたっけ、テレビ番組でよく取り出されてるんですけど、はいはいはい、鹿児島県の吹上町というところで、シャッターを、カメラを向けると変なポーズを撮る村人がいるみたいな。それもこう、アーティストがその場所に、そこでアトリエを構えて、で、地域芸術祭を起こす中で、その彼のそのファッションスタイルとかが、面白いと。でやっぱり婦人会のおばあちゃんたち元気がいいので、婦人会が動くと青年部って、まあ、青年部といってもちょっとご年配の方々なんだけど、そういった方々たちが動いて、でお祭り その屋台骨は地域の方たちで、表立ってアーティストたちがその上でいろんなその古民家とかを借りて発表するみたいなことをやっていたんですが、すると毎年こうみんなアーティストはその地域のお世話になった方たちに会いたくなる。で地元の人たちはまたこう新しい面白いお兄ちゃんたちや、なんかお兄ちゃんって言ってよ、あれですが、まあ、いろんなその新しいその作家たちに出会える。そういったこう世代を超えたコミュニケーションがなぜか生まれてしまうっていうのは、僕はこれすごいなと思っていました。なので、地域というよりは地域に落とした結果、誰かがこう反応して、その人がやっぱり、その誰かがおじいちゃん、おばあちゃんなのか、若い学生さんたちなのか、アーティストたちの集まりなのか、それは落としてみないとわからないことかもしれないなとは今ちょっと思いました。ありがとうございます。落としに行ってみます。はい、そうですね、ちょっと最後にね、その話もしようと思ってたんですけど、なるほど、わかりました、ありがとうございます。あとせっかくなんでちょっともう一個だけ質問があって、これより具体的な話で、せっかくお二人がいらっしゃるので、このさっきの場所の話もあるんですけど、必要な広さ、設備など、アーティスト側の需要、ニーズ、その辺ってどんな感じですかって、ちょっとね、お二人の活動の仕方が違うから面白いかなと思ってあえて聞いてみたいんですけど、忽那さんどうですか、なんかこの辺り、もし自分の居場所を作るとなったら、やっぱり隣の人に何か足りないとき借りられるとか、うん、いいですね。シェアですもん。何が足りないんですか。何でも足りないかも。何でも足りないとき、隣のご近所さんにトントンって言って、これありますみたいに聞けるのはいいなと思っていて。なるほどなるほど。最初から何か揃えるっていうよりも、そのコミュニティの中で足りないものを補っていくでいいのかもしれないし、うん、そうですよね。何もなんか持ってってるんですか、奥永さん行くとき。どうですか。ですね、海外に行くときはプラスチックを接着する道具だけ持って行って、向こうで変圧器を借りて、日本の道具だから使うんですよ。ところが、うん、その機械は何だって言って、なんか、わあ、ポテトチップスの蓋が閉まるじゃねえかって、なるほど、めっちゃみんなに大人気だったんですよ。僕のシーラー返してみたいな感じになって
作品作れないからって言って。わかる。そんなね、そういうこう一幕が、ヨーロッパのプラスチックバッグがあまり流行ってないので、日本みたいにね、こういうシーラーがあんまり少ないんですよ。だからみんな、なんかポテチのバッグが閉まるのに感動しちゃって。はい、すいません、ちょっと話がこうずれたんですが、アーティストは多分、例えば工芸などで、どうしてもその溶接の機械がいるとか、染色のために、大きな水が大量に、きれいな水が出るとか、そういう設備がなければ作れないっていう方がいらっしゃったとすれば、もしそんなのがあったら、本当専門的なものになってしまうかなと思うんですが、でもシェアアトリのこう、醍醐味は、自分が例えばスケッチ、するとか、アイデアをこねるときに、他者等が、いるから何かが生まれる、わずかな可能性、それがストレスかもしれないですし、こいつとはアマみたいなの当然あると思うんですが、でも、一末のお互いの作風に可能性を感じて、同じ空気をこう食べ合うみたいな、それが多分醍醐味なので、実質、何があるかなと、僕だったら体育館ぐらいの広さと、30センチ角の、石畳があれば作品作れるんですけど、そんななかなかないので。何ですか ?30 センチ角の石畳って何ですか僕は風船状の作品を、床に敷いて、で、僕が使ってるシェアアトリエというか、僕が使ってるアトリエは文化センターのホールなんですよ。大ホール。で、床面に30センチ角のパネルのあるところを探して借りてるんです。なるほど。床タイルというか、あれの30センチのタイルの目を、イラストレーターの CAD とかで引いておいて、で、そのマス目を数えながら点を打って成形していきます。ああ、そういうことなんですか。なるほど。それで、それがいるんですね。そう、それがいるので、実は僕もあの文化センターを文化センターを借りて、そこと専属の契約してるところも一軒あるんですよ。だからそこはちょっと安くで借り入れるとかそういうのもあるんですが、やっぱり自分だけのそのスペースが欲しいなと思って、今、僕の地元で、タケノコ工場で、シーズンオフの時借り入れるところを探してたりします。うちタケノコが有名な場所なんで。すごい。そこもアトリエになるんですね、タケノコ工場が。だし、なんか巨大な大きい絵を描いてみたいっていう、ね、方たちとのシェアとかも多分できるだろうなと。なるほど。やっぱり何にもないところがいいなと思うんですよね。冷房があれば嬉しいです。何ですか？冷房ですか？クーラー。クーラー。もうなんか過酷なところが多いのでシェアアトリエ。あ、そうですか。確かに。クーラーつけましょう。はい。クーラー。ぜひとも知らない程度な温度が保てられれば。わかりました。さっき最初に出てきた桜山シェアアトリエにはクーラーございます。うわあ、それはいい。僕最初見たときにきっとクーラーないだろうなって思ってたんですが、あったんです。ございます。2個ついてます。あ、すごい。素晴らしい。2個ついてる、ね。はい。まあ、ただつけてもまあまあ暑いです。まあまあ暑いです。はい。まあまあ暑いですけど、奥中さんのご要望には応えられます。でもですね、それで、まあ別にもっと快適ならなおいいんでしょうけど、それで大丈夫なんですって皆さん。そこの優先順位はそこではないっていう。うん、なるほど。なので、満員で稼働してるのも多分そういうとこなのかなと思うので、そういうことをやっぱり皆さんと話し合いながらどんどん作っていく感じでやっていきたいなと思いますし、ね、総じてやっぱり、みんなで作るとか、みんなと接点が持ってる。まあなんか、シェアアトリエって言ってますけど、どっちかというと本当にコミュニティ、っていうかその地域の人たちが集まれる場所ぐらいの、それぐらいのノリで作っていってもいいのかななんて、今日お二人のお話を聞いていて、めちゃくちゃ思ったので、なんかね、次回そういうイベントをちょっと皆さんとやれたらななんて思いました。はい。ちょっとすいません。めちゃくちゃ面白いんですけど、ね、一旦ね、8時20分、24分になったってこともありまして、
ちょっとお二人のコーナーは一旦ここまでにさせていただこうと思います。本当にありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もっと ありがとうございます。ゆうこさんにも拍手いただいております。音が鳴らないですけど気持ち届いております。アナトさんからもいただいてます。ありがとうございます。これでみんなに拍手させようとしているありがとうございます。ちょっとだけもうちょっとお付き合いいただけますでしょうか。ですね、この後、このアトリエを皆さんで作っていこうというところなんですけど、遠くの方も近くの方も参加できるような、そういう仕掛けのプロジェクトになってます。で、尼崎、兵庫県尼崎市と言いますけど、まあ、どちらかというと、大阪の方が全然近いところですよね。で、実はですね、ちょっとニュースがありまして、このシェアアトリエっていうのがですね、さっきの桜山のシェアアトリエがいかに面白く作られたかっていうことに興味を持ってくださった、日本アジア投資さんっていう、上昇している一流のですね、投資会社さんがシェアアトリエを作ろうと言ってくださいまして、僕たちと一緒に今、藤沢市で、お隣のですね、神奈川県の藤沢市で、大きな工場跡を使って、今みたいなコンセプトの場を作るっていうことを始めたりしているので、まあ、これもまあ、まだ藤沢じゃんみたいな話あるかもしれませんけど、やっぱり街の中でこういったことってどんどん作れていけるだろうなっていうふうに感じてます。みんなとこんなことどんどん皆さんと作りたいと。それをちょっと一つ認めていただいた事例なので、ちょっと最初にお伝えしようと。で、作っていくのはですね、こんなマンションなんです。はい。で、このマンションは、この尼崎ですね、さっき話題提供いただきましたけど、甲子園と、大阪の街の中との間ですね、尼崎の駅からですね、次にセンタープール前っていう阪神の駅があるんですけど、そこから、歩いて10分ぐらいのところにある、マンションをお借りしてやっていこうと。で、現状は、まあ、解体してある部分と改定してない部分とあるんですけど、こんな風な昔ながらの、間取りの二つ間が、つながっていて、洋室があって、そこキッチンと、トイレと浴槽があるというような間取りでございます。で、これをですね、コンセプトとしてはシェアアトリエ、まあ、一部賃貸マンションとして運営できるような形にしようということで、これで実はですね、これ黄色く塗ってあるところ、4階、ここをガランとしているので、ここ全体をお借りして、あと5階の4マスを、お借りしようというプロジェクトです。で、今日お話ししてきたこのアトリエですね。シェアアトリエは、この黄色の部分を、今のところ、作っていくことになっています。なので、この、黄色の枠ごとにですね、4つのブースができるので、この3つのブースで、全体、3つのスペースで、12個のブースができると。で、さっきガランとしたスペースがあってお話しいただいたんですけど、みんなで使えるガランとしたスペースっていうのをこのオレンジ色の部分に作りまして。で、ちょっと面白くしようと思っているのはこのアトリエ付き住居と言ってるんですけど、奥永さんみたいにもしかしたら暮らしつつ、アトリエを使うみたいな方たちにとってみると、ちょっとこの、さっきのブースだけだとちょっと活動しにくいな、みたいな方は、もうこれを1個ガランと貸して使っていただいて、住まいとしても使っていいですよっていう形で、使ってもらおうと。そういう計画をですね、このマンションの皆さんと一緒に作ろうという計画です。ありがとうございます。で、さっきの、シェアアトリエの方はですね、こんな風な、イメージでして、今あったその1つの住戸を2つつなげまして、ここだけつながるので、ちょっと手前に広い共有のスペースを持って、ここはみんなで使える、この4つのブースの方がちょっと使える打ち合わせスペースみたいな感じに作れたらいいかなと思ってまして、でそれぞれの方には、この、南側の窓のあるところを、半分ずつ区切って、まあ、こんな風に、いろんな形で使っていただけるのではないかなと思ってます。でここは本当に皆さんに桜山シェアアトリエと同じようにですね、自分だけの空間を自分たちで作ってもらうってことで言うと、素地のままお渡しして、本当にクリエイティブなことをやっていただく、そんな風にしたいなと思ってます。はい。さっき言ったこんな感じですね。で、もう一つその住宅として使っていただくところは、まあ、これか、住まいになってますけど、住まいの中でもしかしたら、壁面をアートと見立てて、作品を作っていただくみたいなことももちろん可能ですし、もしかしたらこの箱全体をアートとして考えて、
ここに泊まりたいみたいな方を、体験、まさにですね、宿泊体験ができること自体をアートにしてみようみたいなこともチャレンジいただいたらいいのかなと思ってます。なので、ここはさっきのピンクで塗ってるこのアトリエ付き住居っていうところはですね、宿泊業としても使っていいですよというふうに、オーナーさんから許可いただいているので、かなりいろんなバリエーションで使えます。なので、自分で使って生活してもいいし、人にお貸しいただくってことも、ちょっと登録はいりますけど、それをやっていただけるっていう、なかなかありそうでない、この、アトリエでございます。はい。自分で住めるし、作品にもできるし、もしかしたらファンの方に泊まっていただく場として、使っていただくなんて、そんなことができたらいいなという場所になってます。はい。こんな風に書いていただくとかもできますね。はい。で、尼崎はですね、若い方たちから、使っていただけるのではないかと思っていて、本当に周りに多くの、芸術建築装飾系の学校がありますので、こういった方たちにも使っていただきたいなと思いますし、もちろん今日は尼崎の印象の中に出てきませんでしたけど、やっぱり勝手ながらかなりいろんな人が住んでる街だと思います。下町だってこともあるので、そういった方たちのいろんな暮らしぶりっていうのをここに現れてくるような、そんな形で進めていけたらなと思ってます。で、これさっきあれですね、奥中さんも実は参加してましたとおっしゃってましたけど、まさに尼崎でも、尼崎芸術祭みたいなことがスタートしたりということもありますので、多分そんなに堅苦しいアートのフェスではないんだろうなと思っておりましたけど、一言だけ奥中さん、これどんな、あれだったんですか？はい、芸術祭だった。奥中です。ありがとうございます。これはですね、神戸で有名な、阪急阪神グループの、やってらっしゃる、六甲ミーツアート、ここに書いてますね。六甲ミーツアート芸術散歩というですね、大変大きな、イベントが、もう10年以上やってるイベントがあって、はい、そのディレクションチームが丸ごと尼崎にやってきた。そして、尼崎駅の周辺に、その様々なパブリックアートを設置。しかも、全部その期間のみなので、中にはその尼崎に長期滞在して、その尼崎の街で出会った人たちをモチーフにした、つまり、私が参加している芸術祭と、市民の人たちが参加している芸術祭というようなその作品にもなるものもあれば、僕は今回、歴史博物館の中でこう大きなその風景をその映すような巨大な風船状の作品を展示したんですが、それももともと廃校だった場所が、今博物館美術館になっていて、で、訪れた方たちは、尼崎の歴史を見ながら、そして尼崎がこれから進む現代の美術にも出会えるようにできていたりですね、いろんなその、なんていうか、世代層にその訴えかけれるようなそのアプローチを、本当歩いて、半日ぐらいで全作品が見れる、商店街あり、もうシャッター通りになってしまった場所を使ったりも、公園、お寺とかでものすごいインスタレーションをしてらっしゃったり、こんなお寺さんがよく許したなみたいなことがあって、あとは尼崎でもともとその活動していらっしゃるアートグループも一緒になってやってるっていうのも僕は素晴らしいと思って、こういうその外から来た芸術祭は、なかなかその外部は呼ぶけど、もともとその地域で活躍していたアートグループを雇用しなかったり、ちょっと、反発が、あったりするようなことがあったりするんですが、この芸術祭はうまくそういったところを混ぜて、本当にこう1位の人からアート好きのファンから、そして六甲ミーツアートがもともと好きだったっていう人たちまで、みんながこうなんかとても関心を持ってくれるようなイベントとなっておりました。ありがとうございます。面白いです。確かに地元の方が、そうやって地元のアーティストが積極的に参加しているで、そうなんです。なんか、よくよく考えると、意外と少ないかもって今思いました。そうなんです。大きい芸術祭であればあればあるほど、その有名な人をこう、ね、他から雇用したり、だから悪いことでは全然ないんですが、はい、でも地元でずっとやってきたよっていう方が、やっぱスポットを当てられるっていうのも大事だな。なるほど、ありがとうございます。そんな尼崎ってとこですね。わかりました。ありがとうございます。はい。で、これをですね、なんでこんな絵が出てきたかって言いますと、いっぱいたくさん作ろうと言った時に、
みんなの力で作ろうっていうのはありまして、さっきの本当に DIY で皆さんで作っていくってこともありますし、この桜山のシェアアトリエもですね、必要な物件を買ったりとか、DIY なんですけどね、材料費だったりとか、施工費だったりみたいなものを、皆さんの出資、お金を出し合って、一緒にこれを、場を経営しようっていう、そういうシェアアトリエなんですよね。まあ、そこもシェアして作っていくってことなんですけど、それを考えたときに、あえてちょっと投資サイドの話を一瞬するとですね、まあ、どういう場所でもできるんですかっていうご質問あったと思いますけど、この桜山シェアアトリエって、まあ、湘南だからみたいなお話いただくかもしれないんですけど、めちゃくちゃ不便な場所にありまして、車もつけられないみたいなところなんですけど、それでもですね、2018年からずっとこのファンドで運用していて、78人の方が出資して1200万円というファンドで運営してるんですけど、ここに書いてあります通り、1年目 94%、2年目 97%、3年目 99% っていう、そういうすごく稼働の高いスペースとして使ってもらってます。これはもちろん出資していただいた方にとってもお金っていう点でももちろん大きな話だと思うんですけど、まあ、ここを使ってもらえているっていう、そもそもそういうことで街づくりに貢献できてるっていうところが多分面白いところですし、出資いただいている方の大半もそういう気持ちでご参加いただいているので、これに尼崎をちょっと皆さんと作っていけたらなと思ってます。本当にこの2021年こんな感じだったと。ですね。で、ちょっとこれは後で読んでいただければと思うんですけど、尼崎の先ほどのプロジェクトを作るのに、現在ですね、2000万円、皆さんから出資していただいて、3年のファンドを一度作りますということになっています。まあ、それだけではちょっと、後々お金が足りないので、もう一回皆さんと作り上げたものを3年後にファンドを作っていこうかなと思ってるんですけど、今の予定ですと、リノベーションする工事にですね、ワンフロアプラス4箇所で、まあ、1750万円ぐらいかかるかなというところなんですけど、これを中心としたお金をですね、皆さんに出資していただいて、僕らの今の事業計画だと、まあ、5% ぐらいお金っていう点でもお返しできるのではないかという感じです。なので、年間あたりですね、694万円の、収入がある中で、まあ、必要な経費とかを引いていくと、先ほどのリターンに届いていくっていう、そういう成果がですね、見込んでいけるようなものなのかなと思っています。投資サイドとしても十分魅力的な、街への貢献ができるかなと。先ほどお話したように、日本アジア投資さんが出資していただいたのも、まあ、当然ながら街への貢献、新しい場の提供みたいな価値っていうことが面白いっていうのが大前提であるんですけど、ただそれでも事前事業ではなかなか続かないので、しっかり皆さんと事業になっていくのかっていう点を、評価いただいて作っていくというようなことになっています。はい。で、参加いただくとですね、僕らがこれすごく大切にしているのは、3ヶ月に一度、どういう場として運営できているかっていうのをレポーティングしてます。で、ここで左側はこう数字があって、実際にどれだけ賃料をいただけていて、どれだけ経費がかかったかっていうことを、きちんと皆さんと共有しながら、じゃこういうとこ改善しようかね、みたいなのを皆さんと話し合っていこうと。逆に右側みたいに運営のあれこれとか書いてありますけど、逆に言うと課題とか出てきますので、こういったことをどうやってみんなで直していこうかなとか、逆に面白い人が出てきたら、その人を紹介するみたいなこともどんどん積極的にやっていくというところで、コミュニティをどんどん作っていこうというふうに考えてますので、参加いただくと、これが結構面白いと言っていただける方が、多いです。実際桜山シェアアトリに投資いただいた、この方、河合さんって方なんですけど、まあ、ご自宅も実は空き家になっていて、どうやって使おうかな、みたいなところから、このシェアアトリエっていうの面白いね、というお話があって、ご出資いただいている投資家のお一人です。はい。実際に場所に行って、こういった方たちとですね、シェアアトリエ使っていただいている方の交流みたいなものも、こちらで企画させていただくと、投資した意味っていうのがお金ではないところにもかなり大きな価値があるなっていうふうに感じていただけたっていうのが非常に印象的なインタビューでした。で、実は彼はさっき言ったような実家があるので、これをもしかしたらですね、この当時は、ね、バイクですかね。バイクをみんなでいじれるシェアアトリエみたいなのを考えたらどうだろうっていうのを、ちょっとヒントに考えてみようみたいな話もあったので、この学びとしても、投資いただくと、
こう得られるものがあるのかなっていうふうに捉えていただけると嬉しいです。はい。これはハローリノベーションっていう、まあ、ハロリノ、カタカナでハロリノで Google 検索で全然引っかかりますけど、そちらで、この天ヶ崎マンション再生ファンドっていうところを見ていただくと、いろんな条件が出ておりますので、ぜひ、ご検討いただけたらなと思います。はい。まあ、それと毎度になりますけど、ファンド、いわゆる投資ではありますので、想定通りの利回りをお返しできないということもありますし、場合によっては元金が、割れてしまうということももちろんあります。これをですね、僕らのファンド、皆さんと一緒に作っていくっていうことが重要視しているので、どうしようって言った時には皆さんにご相談しながら、まあ、そうですね、事業の収益もきちんとアップするようなことを皆さんと考えたいなというのがコンセプトだと思ってください。よかったらぜひ奥中さんと忽那さんとちょっと今日一言ずつ最後コメントいただけたら嬉しいなと思います。奥中さんじゃあお願いできますか。ありがとうございます。今日本当にこう、さまざまなお話が聞けて、で、しかもこう、アート、シェアアトリエ、ファンド、ものすごくいいマリアージュが生まれそうな匂いがしてですね、とっても楽しかったです。特に後半の資料は、僕もそのあまり詳しく知らない内容でしたので、非常にワクワクするなと。とてもいい、もともとアートと、お金というか、経済活動とお金と、非常にこう、マッチングして、ずっとこう、この世の中が出来上がっているところはありますので、もう一度でもそれをこう、まあ、今からそのアートをやっていこう、もしくはこう、シェアアトリでコミュニティスペースとして、こう、自分をその発露していこうという方々と、で、それをこう、サポートして、で、ちゃんとそれが、経済的にちゃんと利回りができる。ハッピーな未来しか見えないですね。天才ですね。でも本当そうですよね。アートを作っていくのも、まあ、勝手なね、そのクリエイター側ではないって自分では思い込んでますけど、側からするの発言かもしれないですけれど、やっぱり何かを生み出していくには必ず、ね、今の世の中でお金は多少いると思いますので、まあ、そういった経済活動をちゃんと回せるようにしながら、みんなでハッピーな場所を作るっていうのが、このファンドの役目なのかなと思ってますので。はい、どうもありがとうございます。アーティストがそこに投資をして、で、そこアーティストがそのまま住んで、で、自分の価値を上げて、ね、そうなんですよ。結構、はい、たいね。そうなんですよ。そういうこと結構あります。賃貸で住んでる方が、実は投資していて、なので、オーナーなんだけど借りてるみたいな、はい、そんなこともあったりするっていう、はい、そんな仕組みでございます。はい。すみません。奥中さん、ありがとうございます。ありがとうございます。僕、長くてごめんなさい、喋りが。いやいや。奥中さんが、はい、奥中さんが喋ってくれるから、私、すごく助かります。いや、ごめん、ごめん。今のもう、そんなつもり全然ないけど、ごめんなさい。本当に、もう、よかったなと。いや、本当に。でも、なんか新しい、やっぱり持続可能な形っていうのを模索。していてなかなかシェアアトリエってこう自分たちでやるとうまく回せなかったりとか奥中さんのアーティストだけだとやっぱりビジネス的なスキームができなかったりするので、うんうんまあ、そういったところをこう一緒に考えていくっていうのはいいなと思うのとやっぱりシェアアトリエって与えられることが多いからなんか作っていくっていう作業ってなかなか私は聞いたことがあまりなかったのでそれは面白いなと思うのと美大って教えてるとなんか正しいスペースを与えられがちで、うん、なんか正しいスペースって面白くないなと思っていてなのでなんかこうみんなでなんかその、まあ、正しくないくていいんじゃないかなとそれがやっぱイノベーションだったり新しいスペースだったり新しいコミュニケーションの形を作っていく場所になるんじゃないかなっていうのをすごく感じて可能性を感じています。はい、ありがとうございます。そうですね、なんかできるだけさっきの図面もラフな形で作ってやっぱりせっかくその空間を作るところから携われるみたいな余白をできるだけ残してお渡ししたいので、はい、そういった活動でシェアアトリエ作っていきたいなと思ってます。はい、忽那さんもありがとうございました。はい、渡部さんも何か感想あります？いや、なんか
僕今日アート×不動産でそのポテンシャルをっていう、まあ、テーマだったんですけども、なんかこうアートって本当に僕素人の僕がやっぱ思ってる以上にもうめちゃくちゃ自由で、なんかもう言ってしまったらなんか何でもありなのかもしれないなっていうふうに思いましたし、よく考えると、うん、あの最初にご説明差し上げたその図紙のシェアアトリエも基本的になんか条件とか制約とかっていうのを極力ない状態でみんなやってるんですよね。なんかあんまりルールを設けないというか、でルールを設けずともあの入居者の皆さんがなんか自律的に多分あのお互いを許容しながらこうその場をうまくこう使っているっていうところが印象的にあったので、なのであの先ほどその質問の中でもそのシェアアトリエはどういうような条件というかどういうような大きさがあればいいんですかっていうのは、うん、まあ、あのご質問ありましたし、僕もそれ気になってたんですけど、そういうのってあんまりいらないんだなっていうふうに思いました、はい、あとはそうやってその、うん、はい、アーティストに関わらずいろんな人が自分たちの表現を、なんか一時期僕もなんかその表現、自分の表現みたいなことをこう結構意識して発信してたりしたことがあったんですけど、表現する場所っていうのが、まあ、こういうシェアアトリーみたいになっていくと、それこそもう地域選ばないと思いますし、もうすごく可能性あるなっていうふうにあの、そうですね、感じました、はい、ありがとうございました。そうですね、あ、お疲れ様です、ありがとうございます、はい、僕も本当そう思います。あのなんか自由だなっていうか、あのいろんな方に関わってもらうからこそこのシェアトリエの、 あの価値って高くなるし、地域ごとに全然違うと思うので、それが面白いんだろうなっていう、そのね、あの国をまたぐみたいな話もありましたけど、日本の隣の町でもちょっとずつ違うみたいなことができると面白いなと改めて今日思った次第です。あと最後コメント、あのありがとうございます、アミクラ優子さんですかね、本当にお金の観点も大事ですし、まあ、事前事業じゃない仕組みをちゃんと作りたいですねと、勉強になりましたって、今後もフォローしていただきたいと、はい、行きたいと思いますっていう、ありがたいコメントいただきました、本当ありがとうございます。はい、ちょっと20分もオーバーしてしまいましたけど、あの今日はこんなところで終わりたいと思います。ぜひまたあの次回イベントであったりとか、そうじゃなくてもオンラインでも結構ですので、あのコミュニケーションを皆さんとできたらなと思います。はい、今日は本当に長い時間皆さんありがとうございました。中さん、忽那さん、本当ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではこちらで失礼したいと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。ご参加いただいた皆さんありがとうございました。